深夜にカオマンガイを作ります。鶏ももを1枚、余分な脂身を除去します。味が染み込むよう格子状に包丁を入れていきます。ボウルに移して酒、塩を入れたらもみもみします。米は必ずジャスミンライスを。日本の米と違いナイーブなので軽くすすぐ程度で大丈夫です。炊飯器にぶち込んだらニンニク、生姜、鶏ガラを入れ少し混ぜます。皮を上にして入れたらその上にネギの頭を入れます。時間があれば30分浸水しましょう。タレを作ります。ネギのみじん切り、ニンニク、生姜、ナンプラー、オイスターソース、レモン汁、お酢、最後に返しを入れます。世界中の料理がこれ一本で可能に。返しの作り方は概要欄で。炊飯器をセットし電源を入れます。炊けたら10分蒸らして完成です。切った肉を茶碗に入れたらその上からご飯を敷き詰めます。ソイ、あーいいっすね。タレをかけて大根を少々。いただきます。うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。合わせて通知登録もお願いします。あなたからのリクエスト料理を作りたいんで。